今からペットホテルの預かりの様子を撮影したいと思います。まずこちらはギリシャリクガメですね。こちらが大きいヒョウモンガメ、こちらは120センチの大きいケージ、当店のオリジナルケージで預かっています。こちらにはオルスちゃん、ちょっと興奮してまだ餌を食べてませんが、こちらはギリシャリクガメですね。でこのように全てに個別にチェックシートをつけて、温度や餌食い、あと活発かどうかというのをチェックしています。その下もギリシャリクガメですね。こちらはもう一匹はちょっと離れちゃいましたけど、こちらもギリシャリクガメですね。下はインドホシガメ、これが隠しているわけではなく卵がたくさんいます、あります。なかなか無精卵で孵化しません。こちらもギリシャリクガメですね。こちらはアカアシガメ、こちらはもうギリシャリクガメですね。全てにおいてこういった必ずサーモン、紫外線ライト、保温球、あと最高最低温湿度計、全てケージごとにセットしてお客様の環境に合わせています。